皆さんこんにちは、おゆきです。 NLS4 通常と教習と日常任務に対応しているクリア参考例です。こちらは置くだけ簡単攻略の編成になっているので、スキルの操作とかは特にないんですが、日常任務をクリアするときだけ、まあ、少し注意が必要で、ボスに一度もブラッディブレードによる HP 回復をさせずに星3評価で NLS4 をクリアするってやつですよね。これがね、一箇所だけちょっと危ないポイントがあるんですよ。まあ、そこで、まあ、同時配置数がもう足りなくなってるので、まあ、オペレーターも置けないっていうことで、まあ、ロボットのキャッスル3を配置します。まあ、タイミングなんですが、まあ、しっかり、まあ、分かりやすくできるだけね説明するので、まあ、ぜひね最後まで一緒にご覧ください。まあ、大体オペレーター配置し終わって2分30秒ぐらいでね説明しようと思います。まあ、それまでは順番にオペレーターを配置していきます。ここのホルンの位置がめちゃくちゃいいですね。この下にいる敵が起きて、まあ、歩いてくるんですが、まあ、それをねブロックして倒すことができます。ここですね、このタイミングでホルンブロック。オペレーターを星グマまで置けたらもうちょっとでボスが出てきます。そして強襲モードの場合はボスが出てくると同時にブラッディブレードが出てくるんですが、日常業務をクリアする場合強襲モードでクリアしても意味がないので、まあ、強襲モードで、まあ、いくらブラッディブレードによる HP 回復をされても問題ないです。でもう同じように配置して強襲モードでもクリアできたかっていうのを確認してるので、まあ、同じように配置してもらえたらなと思います。ボスが星グマの前まで来たらマウンテンで、マウンテンスキルなので、通常モードと強襲モードをクリアしたいだけだったらもうここで操作終了ですね。ただ日常業務のブラッディブレード回復なしを、まあ、クリアしようとするとちょっと危ない部分があったので、まあ、そちらねしっかりと説明入れていきたいと思います。まあ、この赤色の数字で32分の30って書いてるんですが、これを見るより今からね説明していきますので、まあ、それをね聞くと、まあ、自分の判断で、まあ、しっかりとブロックすることができると思います。まあ、すごい簡単ですね。まあ、こういうのって本当に聞いてるか聞いてないかっていうだけで、まあ、難易度もすごい変わってくるので、まあ、やっぱりね攻略動画見てて、まあ、ミュートにしてどんな配置かだけ見てっていうパターンもね、まあ、もちろんあるとは思うんですが、まあ、それで重要なポイントを見落としてクリアできないってなっても、まあ、ちょっとねそれは動画をできれば見てほしいなっていう、まあ、気持ちではありますね。はい、まあ、ここ見てもらったら危ないところってのは基本的にないんですよ。言ったら、まあ、ボスは今休憩しててソーンズブロック2、星グマブロック3、マウンテンブロック2って感じで、まあ、全然大丈夫なんですが、ここでボスの第2形態になると、まあ、だんだん危なくなってくるんですよ。まあ、それはなぜなのかというと、サリアと星グマが順番にスタンするっていうのと、マウンテンがブラッディブレードをブロックするだけのブロック数が確保できていない時です。それが重なるとマウンテンの前からブラッディブレードが抜けて星グマがちょうどスタンしてたらボス回復っていう流れになってしまいます。でその危ないところはここですね。この辺マウンテンがビビアナそして、雑魚敵ブロックなんかしててブロック数足りない、ここは危ないので、まあ、こんな感じでねブロック数を補えばより安定してクリアできると思います。まあ、何回かやったんですが、まあ、ここが一番
危なかったですね。まあ、もちろんね、通常モード、強襲モードクリアするだけなら、まあ、こういう差し込みはいらないので、まあ、その辺はね、まあ、いらない操作だとは思うんですが、まあ、結構その3ポイントで任務遂行できるの、まあ、結構いいですよね。まあ、なんでね、参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。